あちゃ全然取れないのこれやばくないやばくないこのストロー。あちゃちょっとストローだ取れないの。なるほどね。あーシャー取れた。なんですかこのサブチャンネルは。フリッパーズのパンケーキをお持ち帰りテイクアウトしたよっていう動画です。 Uber Eats とテイクアウトは何が違うのか。配達料がかからない、うん、あとちょっとだけ愛着が湧くくらい。ちょっと愛着が湧く。そう、愛着大事だよね。いや俺はパンケーキを食うっていうことがあんまり意味が分かんないよね。まあこれは女の子が嬉しい動画なのよ。あんまり食ってるかどうかの実感が湧かない。はい、じゃあ持って、サムネ、サムネだよ。あー適当にやるな。ちゃんとあーみたいなやつ。あー適当適当。もうこのメープルバタークリーム、これね美味しいんですよこれ。じゃあ食べていきましょう。食べながら話そう。最近気になってることみたいな。うん、うまっ。気になってることか。なんか車そろそろ変えたいなとか。あーある。もうね2年経つぐらいなのかな。次の11月で2年。おお。ちょうどこのお腹の子供が生まれた次の月で2年っていうことになります。次何乗りたい。じゃあ普段のやつはいい。私もなんかアルファードとか乗りたいもん。早っ。それは子供が立派な生意気なガキになったらだよ、うん、なるほど。今はギリ乗りたい車に乗ればいいと思う。うん、2回目の。まあまあまあ、この中間層がいいよね。カッコつけもできるし実用性も高いみたいな。やっぱそこらが今回私は結構レンジローバー。いやでもないソクラって言った今、うん、すぐソクラって言った。まあ SUV ぐらいがいいんだよね本当に、うん、次は俺が選ぼう車。うん、レンジローバーさ、だって結構なんか俺が遠くに岡崎にいる時にあーちゃんが内見にいて「これするわ」って言って決まったことない。え、そうだっけ内見試乗しに行って。そう、うん、あと文句あるんですけど、やっぱり、うん、この家の家具とかもうあーちゃんが決めたじゃないですか。もう全部本当に勝手に決めたんですよ。もうちょっと聞いてください。全部あーちゃんが決めた。本当に俺の意見一切なし、うん、まあいいかって思うだったらいいんですよ。僕が俺本当に気に入ってないのこの家具本当に気に入ってない。ひどい。なんで、うん、ひどいでしょ。頑固だよね本当に。本当にソファーキモいなって思ってるずっと。うーくんはなんか女子受けする感じとか、こう綺麗に映える感じとか全然なんか好きじゃないからね、うん、でもさ、この家を掃除したり綺麗にするのは私なんだから、私の趣味に合わせてもらったってよくない。いやそれにしてもちょっとは相談してちょっとすり寄せることぐらいできたじゃん。だから書斎選んでいい。俺が本当に嫌いな家具を選ぶことなくない。え、そんな嫌い。切れ、切れそうになる。へえ。わかんない、なんかふわふわしてて俺無理。いいじゃん、服がぐちゃぐちゃなんだから。もっとなんか変なやつがいい、近未来みたいなやつがいい。知らないよ、そんなので実用的なないんだから。自分の家でやって、そんな気に入らないですかね。あーちゃん一生懸命やったのに。本当に気に入らない、ごめんけど、これだけは。だってやんないじゃん。じゃあやれよ。いや、気に入らないわ、気に入らないって言ってさ、じゃあ意見出したことあるって感じ。意見も出さないで全部人任せで、はいもうめんどくさいですみたいな感じじゃん常に。そんな人が家具を選んだ後で文句言うなんて、もう一番ムカつくパターンだからねそれ。じゃあだって書斎選んでって言ったり、カーテン選んでって言ったり、照明選んでって言っていっぱいゆうくんに投げてるのに全部無視じゃん。自分で欲しいものは一生懸命辛い思いして買わなきゃいけないの。買っていいの。じゃあ俺が勝手に何か物をドカドカ。書斎買っていいよ。そう、え、ドカドカって買うのやめて。だって高いんだもん、うーくんが選ぶやつ。いちいち椅子1個で70万とかさ、机1個で70万とかさ、うん、違うのだから感じ方が。そう違うの。あーちゃんはもう子供が過ごしやすいような、もうなんかインテリアとかもなんかこうごちゃごちゃしてないシンプルなやつでまとめたいの。うん、いいよ。もう子供部屋とかはすごくいいと思う。うん、
ごめん、文句がいっぱい出てきちゃった。あとはなんかポンスのねプリスクールの話なんだけどさ、日本に生まれ育ちますって感じの子じゃん。例えばどっちかが英語喋れるとか、これから海外に移住しようとか考えてるとか、その可能性があるとか、うん、この時点でね、今その時点でその可能性がまだないのに英語をやらせて意味あんのってちょっと私は思ってきた。いや、あるよ、意味は。いや、だってさ、意味はあるに決まってるから、プリスクールっていうものがあるし、まあまあね、だから脳が若いうちに、うん、その情報をいっぱい入れとくっていう意味で意味は絶対的にあるよ。まあまあまあ、あるんだけど、じゃあ結局どっちつかずの微妙な感じ、どっちにも自信がないみたいな感じになっちゃったらかわいそうだなって私はちょっと思い始めたの。つまり今はなんかそんなに英語できる状況じゃないから、うん、先生とかにちょっと英語頑張りましょうねって言われるわけやん。そう。でもそんなのさ、これからも英語じゃなくても別に出てくるじゃん、そんなこと。うん、国語はできませんねとかかもしれないし、数学ができませんねかもしれないし、別にそんなの当たり前じゃん、うん、それで英語やらせるのかわいそうってなんか違うなってなるのも早くねって思うよね。なるほどね。いや、なんか基本的なさ生活の言葉が日本語で、うん、習い事的な感覚でちょっと1時間英語に浸る時間があるとか、ダンスをやる、バイオリンをやるっていうだったらいいの。今のそうじゃん、プリスクールって。いや違う、プリスクールは違うよ、ずっと英語を喋らなきゃいけないので、何を言ってるかわからない、みんながで、すごい心細い思いをしてるんだよ今ポンスはね。迎えに行くと必ずもう泣いてんの、ありえないぐらい。うわーかわいそう、なんかきっと喋れてないんだろうなって感じなの、うん、でね、日本語すごく上手だし、日本語でコミュニケーション取ることもすごく上手で初めてのポンスのこういうなんか場なのに英語じゃなきゃダメですって感じなの。もう一個前の時は、うん、まあ日本語でも日本語でコミュニケーション全部取ってくれるいっぱい日本人の先生がいっぱいだったんだけど、うん、結構今のところはさ、もう英語喋れないとなんか英語じゃなきゃダメ、英語じゃなきゃダメって感じなの。確かに、うん、そうするとなんか自信持って話せなくなっちゃったり、うん、なんで日本語喋っちゃいけないのみたいな、そんな感じのさ日々を送ってたらさ、まあ、かといって週3だけど嫌な記憶を植えちゃうとさ、なんか良くないんじゃないかなみたいな、漠然と。でこれはかなりね、迷う。俺らもなんか家でちょっと英語を楽しくするような何か工夫をするとかね。あとてかね、多分私が英語好きじゃないんだよね。もう映画字幕で見る派じゃん、私絶対吹き替えだし、なんかなんでわざわざ英語喋んなきゃいけないのって超思っちゃう。なんか英語を喋ることよりもコミュニケーション能力をつけることの方が大事だと思っちゃう。英語を喋ることイコールコミュニケーション能力じゃん。いや違くて、言語がなくても外人と仲良くできるぐらい今はこういっぱい人とこう関わって喋ってっていうのが大事で、もし英語を自分で喋りたいな、海外で留学してみたいなって思った時に初めてどうぞやってみたらって言ってあげたい。いや俺が自分がね子供のだとしたら、うん、やらしとけよ英語子供の時にって思うはずなんだよね。いやなんか分かりやすく言うと、キムタク夫婦の子供はプリスクール育ちなわけじゃん。おっと、別に海外住んでないけど英語ペラペラ超かっこいいじゃん、うん、でも果たしてポンスはその必要があるのって話。それよりもうちょっと技を身につける方に、まあ言語も大事だけどさ、かといってだから英語じゃなくてこれが教えたいんだっていうこれもないじゃん。ダンス、私が今なんか調べてるわけですよ。何、習い事、幼稚園入る前に受験対策みたいな感じで行ける場所みたいな結構いっぱいあるんですよね東京は。まあ、他の県にもあると思うけど結構種類がとにかく多いんだよ、うん、体操、リトミック、英語みたいな感じで週に何曜日と何曜日と何曜日はこれみたいなさ、うん、そういうの決まってて、だからもっとなんか英語ってならなくていいじゃんって感じ。だからちょっと難しいなぁ、なんか考えすぎなのかなって思うけど、でも子供の自分の子供のことだったらこれぐらい考えるじゃん。いやーむずいんだよこれは。まあむずいんで
この話はこれぐらいかな。まあそうだね、これもかなり結論が出るわけじゃないさ。結論結論は出ない。あ、そういえばですけど、はい、あの、はい、あの手越くんのツイートを拡散してたじゃないですか。してたよ。あれってどういう流れの、どういうやつだったんですか。ん、あれはあの手越くんがツイッター始めたじゃないですか。うん、で、じゃあこれ拡散してくれたら嬉しいなって言われて、うん、まあ以前からちょっとお世話になってたじゃないですか。うん、ちょっと前にね、あのニュースの番組に出演して、そうそうそう、それ以来、それがきっかけで、まあ、ね、そう、しばゆーがお笑い好きっていう話をそこでしたりとかしてたから、じゃあお笑いライブ行こうかみたいな、連れてってくれたんですよね、お笑いライブに。だから自分で自ら目立ちたいと思って、はい、あ、違う違う、全然違う、そうだったらもっと早い段階でやってるじゃん。まあまあ確かに、うん、なんか私手越くんと知り合いなんだよねみたいに見られたらちょっと、まあ見られる人もいるでしょ。そうですよね。そう、でもそこ説明しないと拡散してっていうことに対して何の縁もゆかりもないのにただ拡散してるっていうのは、え、なんでって思う人が増えちゃうからと思って、理由というかこういうご縁があって、普通に私の中ではなんだろう、恩が本当ね、あったらいい人だから、うん、そう、本当に明るい人じゃん、めちゃめちゃ違いなく気さくな兄ちゃんだから、まあ私は今できることを今この瞬間にみたいな。手越さんも絶対にあのツイッターとかも初めて触ったぐらい、いや違うのかな、わかんないけど、そう、絶対今までちゃんとやってきては来なかったじゃん、うん、そりゃそうでしょうね、とか、うん、SNS を、うん、だってだからむずいんだろうな、ね、本当にちょっと手越くんに髪型似てるもんね俺がなんかイベントとかでパーマかけた時になんか後ろ姿がちょっと手越くんみたいになりやんね、金髪ってパーマで、うんうん、後ろ姿を見てなんかとしみつとかが、うん、あれあれあれ手越くん手越くん手越くんで振り返って、あ、めっちゃムスーって言う店通しのくだりがあるいやなんかいろんなことが話したね、今日は。変なこといっぱいあるな、最近はな。最近変なこといっぱいあるね。じゃあもうこれでおしまいしよう。はい、じゃあ、今日のサブちゃんはこれで終わり。バイバーイ。